それと、あ、こんな専門的な話ばっかりになってしまった。あ、すいません、あの、いや、私もなんか聞きたくて聞いてしまったんですけど、すいません、あれね、はい、純米とね、はい、純米酒、本醸造、はいはい、でその他一般普通酒って言われてる、はい、でもっと安いのは境内酒とか言われてるのあるんですけど、はい、あのもちろん純米酒の中にもピンからキリまでありますし、はい、本醸造酒っていうのもピンからキリまで、はい、ただ本醸造っていうのはあのキリの方では線引かれてますんで、はい、変なお酒はないんですわ。あ、そうなんですね。あの一定の基準から上のお酒。あ、そうなんですね、うん、であの特にお年寄りの方に多いんですけど、はい、純米酒っていうのは醸造アルコールが全く入ってませんよね。で、本醸造酒とか、あの大吟醸でもそうなんですけど、純米でないやつっていうのは、あの醸造アルコールを入れてるんですよ。で、その醸造アルコールの入れる量も品質もピンからキリまであるんです。だから大吟醸とか言ってね、あの1万円、2万円もするのに醸造アルコールを使うんです。で醸造アルコールっていうのは普通そうなんですか、量を増やすために使うっていう人が蔵が多いから、うん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 、そのイメージでとらわれてしまうんやけど、うんうん、あのキレを良くするとか、あと後味がすっきりするとか、いいところいっぱいあるんですよ。だからいい醸造アルコールをほんの少し使うっていう使い方するんですけどね。ただ一滴でも入れればそれはもう純米酒の表示はできませんので、うんうん、で本醸造とか大吟醸とか吟醸とかいう表情をするんですけど、あの説明が一番難しい。我々難しいですね。難しい、あの皆さん、あでも私も純米から吟醸大吟醸はアルコール添加してないと思ってました。あ、大吟醸でもしてます。してたんですね。あ、それあれだけお米を削っててもそうです。はい、どうしてもね純米酒だとちょっとどういうかな、うまく表現できないですけど、はい、もっちゃりするっていうか、そこんとかね、キレが良くないっていうのがあるんですけど、それを良くするために醸造アルコールを使います。なんか本醸造が悪いわけではないっていうのは、はい、分かってたんですけど、はい、そうだったんですね。普通酒になってくると、はい、その他のお酒になると、どんな品質のやつを入れようが、どんだけ入れようが関係ないんですよ。で、その醸造アルコールアレルギーっていうか、もうそれ大嫌いな方っていうのは、特にお年寄りの場合は昔の戦後の三蔵酒とかいうのをそのイメージ引きずってるんですよ。あれは米がないのに酒をいっぱい作れ、国の方針でね、酒をいっぱい作れ、で税金をいっぱい納めろと。で、いやそんな作れませんやん、そんなアルコール入れて増やせって言って、三蔵酒って1本が 3本になるっていう、だから、ね、日本分醸造アルコールが入ってるっていうので、 あったんですけど、その時のを思ってる方もいらっしゃいますね。ちょっとびっくりですけどね。